1940年東京オリンピック。1940年東京オリンピック。1940年東京オリンピックは、1940年、昭和15年に、日本の東京府東京市、現、東京特部で開催されることが予定されていた下記、オリンピックである。史上初めて欧米以外の有色人種国家であり、アジアで行われる、逸話大会。 そして、紀元2600年記念行事として準備が進められていたものの、シナ事変の影響等から、日本政府が開催刑を返上、実現には至らなかった。当時アジアにおける数少ない独立国で、かつ、五大国の一つである日本の首都の東京での開催は、1936年、昭和11年の国際オリンピック委員会、IOC で決定し、 それ以降には開催の準備が進められていたものの、シナ事変の勃発や、軍部の反対などから、日本政府は1938年、昭和13年7月に、その実施の中止を決定した。1940年大会の大替地として、オリンピックの招致合戦で、東京の時点であったヘルシンキが予定されたが、第二次世界大戦の勃発によりこちらも、中止となった。日本は 第二次世界大戦での敗戦後、1960年、昭和35年の夏季大会に、東京を開催地として、再び、逸話開催地として、立候補、東京での開催は、東京五輪として1964年、昭和39年に実現した。これが、アジアで初であると同時に、有色人種国家初のオリンピック開催となった。 1929年、昭和4年に、日本学生競技連盟会長の山本忠興は、来日した、国際陸上競技連盟、IAF 会長、ジークフリードエドストレーム、後の IOC 会長と会談し、日本での逸話開催は可能か否か、という話題に花を咲かせた。このエピソードが、東京市当局や東京市長、永田秀次郎にも伝わり、にわかに、 逸は誘致の機運が高まってきた。翌1930年、昭和5年にドイツで開催された世界学生陸上競技選手権から帰国した山本はオリンピック東京開催はが全実現可能であるとの調査報告書を市長宛に提出した。1931年、昭和6年10月28日、東京市会で 国際オリンピック競技大会開催に関する権議が満場一致で採択された。主会場には東京府江原郡駒沢町、現東京都世田谷区の駒沢ゴルフ場の地に計画の競技場群及び明治神宮外苑を当てるとした。長田は欧州駐在特命全権大使や講師、さらにはジュネーブの国際連盟事務局次長だった杉村洋太郎に当てて、 招致運動への依頼状を送り、国内においては、体育関係者、東京商工会議所に協力を依頼した。またアメリカ留学経験を持つ、司会議員を派遣し、ロサンゼルスで開催される IOC、総会出席者への運動を行わせた。1932年、昭和7年に行われた、当該総会の席上、日本代表は、 IOC 会長に対し正式招待状を提出。こうして東京は、ローマ、イタリア、バルセロナ、スペイン、ヘルシンキ、フィンランド、ブタペスト、ハンガリー、アレクサンドリア、エジプト、ブエノスアイレス、アルゼンチン、リオデジャネイロ、ブラジル、ダブリン、アイルランド、トロント、カナダと共に、第12回国際オリンピック競技、大会開催候補地として正式に候補したので、あった。 1940年大会の開催地を決定する1935年にオスロ、ノルウェーで開催された IOC 総会では東京、ローマ及びヘルシンキの3市の争いとなった。当時は開催都市はその5年前の総会で決定するルールであった。東京開催の障害要因としてはカキの高温タウ、欧米から遠く離れていることによる旅費、時間の問題。 当時欧米以外に多い国内オリンピック委員会を持つ独立国はアジアでは日本と中華民国アフガニスタン程度で植民地ながら独自の国内オリンピック委員会を持っていたイギリス領インドアメリカ領フィリピンを加えても1二も満たず他にも南アメリカ諸国やオセアニアなどごく少数であったが挙げられた東京市は前者に関しては 例えばフランスのマルセイユに比べても、はるかに涼しいこと、校舎に関しては参加希望国あたり100万円の補助を行うことを述べて反論したが、それを受けて他の西も同様の旅費、宿泊費補助プランを公表するなど、招致合戦は白熱した。1924年から IOC 委員を務めていた法学博士の岸誠一が、 九百三十三年十月に病没した。九百三十四年、昭和九年十一月二十七日、別の IOC 委員、添島道正は、高松の宮信人親王（海軍大尉、昭和天皇実弟）を訪ね、開催権はイタリアに譲った方が良いとの本心を打ち明けた。同年十二月以降、添島と中院日本大使、杉村陽太郎は、 イタリア首相ベニート・ムッソリーニに直接交渉を行い、ローマが候補地から辞退するという約束を取り付けた。しかし IOC 創設50周年にあたる1944年度オリンピックに IOC 本部のあったスイスのローザンヌが立候補することが明らかになると1944年の開催は困難と踏んだローマ市が改めて1940年のオリンピックに 立候補を表明した。1935年に行われた総会は、紛糾して会期切れとなり、開催地決定投票を翌年に、ベルリンで開催される総会に延期するという異例の展開となった。このイタリーの寝返りは、日本において友好国である反異感情を高まらせるきっかけとなった。オスロ総会後、東京市は、さらなる招致活動費用として、 85,926円を計上した。しかし、同年10月にはイタリアが第二次エチオピア戦争を開始し、ムッソリーには再び東京における開催を支持する旨、表明した。杉村はこの後エチオピアの不支持を表明しており、誘致が取引材料にされたという指摘もある。翌1936年、昭和11年3月19日、 IOC 委員長のアンリドバイエイ・コール・ラトゥールは、客船秩父丸で来日。交換職を得た。3月27日、ラトゥールは2.26事件を乗り切ったばかりの昭和天皇に越見。4月9日、離日した。一方の日本側は、牛塚小太郎、東京市市長が、競技場月島建設案に固執していたため、神宮競技場拡張案を有力としながらもどこに、 建設するのか決められないまま最後の投票に臨むことになった。6月2日に添島は昭和天皇に越見6月4日に横浜港を出発した。ベルリンのホテルアドロンで同年7月29日より行われた IOC 総会における7月31日の投票の際には日本の招致委員会を代表して柔道創設者の加納治五郎が 日本が遠いという理由で、逸話が気なれば、日本が欧州の五輪に出る必要はないと演説した。結果として、東京三十六票、ヘルシンキ二十七票で、アジア初となる東京開催が決定した。日本のみならず、アジアで、初、有色人種国家としても初の逸話招致成功を受けて、百三十六年十二月に、文部省の圧戦で、東京市、 第2本体育会などを中心として、第12回オリンピック、東京大会組織委員会が成立し、元貴族委員議長で IOC 委員の徳川家里公爵が委員長に就任するなど、本格的な準備に着手した。主会場には、明治神宮外苑に10万人規模のスタジアムを建設することを計画、明治神宮外苑競技場の改築したものの、 明治神宮外苑を管轄する内務省神社局がこれに強硬に反対したために利便性の高い都心への建設を諦めざるを得なくなった。その後、大会組織委員会を中心に主会場の代替建設地の検討が急ピッチで進められた結果、交通の便が極めて悪い郊外であるものの周辺に畑しかなく敷地に余裕がある。 東京府江原郡駒沢町の駒ゴルフ場の跡地、今日の駒沢オリンピック公園敷地にメインスタジアムを建設することとなった。また、ボート、戸田想定場や自転車、芝浦自転車競技場、射撃や水泳、神宮外苑水泳場などの専用施設を必要とする競技の競技場の計画、及び建設も進められた。その後は、様々な開催準備が進行し、 東京や海からの窓口となる横浜を中心とした道路の建設や都市美観光事、ホテル建築、国際的土産品の申請、職員への英語教育などの周辺準備が計画、実行され、これに対して政府からは延べ55万円に及ぶ補助金が支出された。また、ベルリンオリンピックで試験的に実現したテレビ中継の本格的実施を、目論み、日本ラジオ協会と、 電気通信学会が東京の各競技会場と大阪、名古屋を結ぶ中継を行うべく開発を進めること、なった。さらに、紀元2600年記念行事の一環としての、紀元2600年記念日本版国博覧会も、同年開催が予定されたことから、勝時橋の建設など、会場となる晴海近辺の整備が行われた。日本政府は、 夏季オリンピックの東京招致に合わせて、冬季オリンピックを札幌市に招致することを目指して、招致活動を継続した結果、1940年に第5回冬季五輪として札幌オリンピックが開催されることに決定した。これもアジア初かつ、有色人種国家初の冬季オリンピック開催となった。1937年、昭和12年6月に、ワルシャワ、 ポーランドで開催された IOC 総会では下記の協議の実施が決定した。東京コリンの開催期間は1940年9月21日から10月6日までの日程が予定されていた。このように開催に向けた準備が進む一方で1937年3月20日の衆議院予算総会では河野一郎、声優会後に 日本陸上競技連盟会長が今日のような一触即発の国際情勢においてオリンピックを開催するのはいかがと思う旨を発言。実際に前年までヨーロッパとアフリカでは第二次エチオピア戦争が起きており、またこの発言のその4ヶ月後に露光橋事件が起こり、その後日本軍と中華民国国軍の戦闘区域が拡大し、日中戦争と呼ばれるようになると陸軍が 軍内部からの選手選出に異論を唱えた。また、各種団体からの満州国選手団の参加を求める抗議行動が続いていた。1938年に入ると、日中戦争の長期化により、鉄鋼を中心とした戦略資材の逼迫したため競技施設の建設にも支障が生じ、東京市の記載も困難となってきた。さらに、陸軍大臣。 杉山本が議会において逸話中止を進言し、河野が再び開催中止を求める質問を行うなど、開催に否定的な空気が国内で広まった。それまで逸話開催を盛り上げる一翼を担ってきた読売新聞や東京朝日新聞などでは、逸話関係の記事がこの年から打って変わって縮小している。さらに、軍部からの圧力を受けた。 内閣総理大臣のこの絵踏丸公爵は、同年6月23日に行われた閣議で、戦争遂行以外の資材の使用を制限する、需要計画を決定し、この中に、逸話の中止が明記されていたことから、事実上五輪の開催中止が内定した。1938年3月に、カイロ、エジプトで開催された、IOC 総会では、 ベルリン大会組織委員会事務総長のカール・ディームが聖火リレーの実施を提起し、各国から実施の要望がなされるなど、開催へ向けて準備が進んだ上に、聖火リレーのルートに満州国を入れることで、当時、イギリスやアメリカ、ソビエト連邦などの中国大陸での利権をめぐり、日本と対立していた国の反対で、オリンピック委員会への加盟が叶わず、そのために参加が危ぶ生まれていた。 満州国選手団の参加に弾みをつけた。しかし、カイ路総会前には、中国大陸における利権のみならず、日独異防強協定をめぐり、日本と対立していた、イギリスやイギリス連邦を構成する、実地領オーストラリア、ニュージーランドだけでなく、大会開催権を争って敗北していた、フィンランドからも、東京開催の中止と、漁夫の利を目論んでのヘルシンキでの代替開催を、 求める声が上がっており、さらに日中戦争の一方の当事国である中華民国も開催都市変更を要望してきた。このような状況下にあるにもかかわらず、中国大陸での動乱が収まらなかった時は中華民国の選手の出場はどうするのかという外国の委員の質問に対し、回路総会に至っても軍部のプレッシャーを受けて足並みが揃わなかった。 日本側委員は満足な回答をすることができず、外国委員を失望させた。また、イギリス以上に中国大陸に大きな利権を持つために、日中戦争に政府が否定的な態度を取り続けていたアメリカ人の IOC 委員は、東京大会のボイコットを示唆して委員を辞任する事態とな。さらにドバイエイコールラトゥール伯爵のもとには、 東京開催反対の電報が150通も寄せられており、ついにドバエイ,イコールラトゥールから日本に対し、開催自体の話が持ちかけられてきた。さらに1938年5月、東京での開催に大きな役割を果たした、カノージゴロウがカイロからの木と、ヒカワマル戦場で病死するに至り、日本政府は7月15日、閣議で開催権を正式に返上した。 東京市が1930年から返上までの間、拠出した、逸話関係費用は90万円。2017年8月、現在の価値で約23億4000万円に上る。代わって、ヘルシンキでの開催が決定したが、1939年、昭和14年9月に、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発したため、こちらも結局開催できなかった。なお、 夏季大会は開催返上、取りやめの場合でも、第1回からの投資会示番号がそのまま残るため、公式記録上では、東京、ヘルシンキそれぞれ1回は、みなし開催となったことになる。こうして五輪の準備はひとまず中止され、組織委も大幅に縮小された。しかし、すでに工事を始め、春行寸前であった東京市芝浦埋立地の自転車競技場、 現存せずと、埼玉県北足立郡戸田村、現、戸田市のボートコース、戸田想定場は1939年までに完成し、使用された。自転車競技場の建設にあたっては、市内主要大学の学生3407名を中心とする程度青年老法師団が作業を担当した。また、駒沢に、主会場を置く案はそのまま1964年大会に、 生かされた。なお中心運動の急先方に立っていた河野一郎は皮肉にも1964年大会開催にあたって池田内閣で建設大臣、逸話関連施設や道路の建設の指揮監督を担当及び逸話担当国務大臣を務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。